はい、こんにちは。今日も習慣化のお話をしていきます。ポジティブキュン、よーいドンで始める方法というお話をしていきます。この季節になってくるとやっぱり寒くなってきて、布団から出たくないってダラ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 布団の中 でスマホをずっと見てたりとか、もうスーって2度寝3度寝ってしたりとかってあると思うんですよね。まあこれからさらに寒くなってくると、そういう人たちっていうのがますます増えてくるんじゃないかと。なんでこんなことを言うかっていうと、そのことをしているのが私自身もだからっていうことなんですけどね。今日もこの時間に起きようと思ってはって目覚めたら30分過ぎてしまってて、であもう30分も過ぎたし、えっかと思って出かけるギリギリの時間まで寝てるというね、そういうこともあったりするんですけど、そんな時なんかにポジティブキューっていうのが使えるわけなんですよね。でキューとは何かっていうと、始まりの合図なわけなんですね。映画で言うとレディーアクション、カチって、このカチってあるじゃないですか、あのことを言ったりするんですよ。で習慣化させたい時にはその行動をサボらずに常に思い出せる状況を作っておくっていうのが大事なんですよね。だからキューを作りましょうっていうことを今回伝えたい内容になっていきます。例えば誘惑に負けそうになった時とか、それから挫折しそうになった時っていうのを、今まで頑張ってきたことを思い出しましょうみたいなことっていうのは習慣化のコツなんかでよく言われたりはするんですけれども、確かに正しいっちゃ正しい、正しいっちゃ正しい。ところが問題は、いくら頭の中で記憶してて筋トレやろうとか走りに行こうとか勉強しようって思ってたとしても、思い出すきっかけがなかったら、人間って都合の悪いこと、都合の悪いっていうのは何か負荷かけて頑張ろうって思うこととかってやっぱちょっとしんどかったりするんで、スーって抜けて忘れてったりしてしまうわけなんですよね。だから記憶の彼方に置いとくのではなくって、目に見える形にするのが大事ですっていうことなんですよ。はい、だからいつの間にか誘惑に負けてしまっているとか、忙しさでついつい忘れてしまったとかっていうのを繰り返して習慣化に失敗してしまうと、これよくあるパターンだと思うんですよね。皆さんもこれ、私もそうですし、でそうならないために対策を打つ、これがポジティブキューなんですね。何回言うんだって話なんですけど、具体的な方法っていうのは一体何かっていうと、例えばですけど、ダイエットのために完食をしないで体重を減らそうという場合を想定すると、ね、冷蔵庫に悪魔のプリンが眠っています。でガチャって開けた時にこう開けねえや、こうだわな、うん、こう開けた時に、いやこのプリンに手を伸ばしてしまったら来年バッキバキに腹筋終わって夏でビーチでナンパするんやっていうのを思い出すっていうのは失敗しちゃうんですよね。多分よし腹筋バキバキにして一生懸命ビーチでナンパするぞってことをイメージしながら、あプリン食べちゃったっていう状態になってるんですよね、大抵の人っていうのが、うん、気づいたらプリンの容器が空になってしまっているということなんですよ。じゃあどうするのがいいかっていうと、さっきも言ったように目に見える形にするっていうのが大事だっていうことなので、シンプルに冷蔵庫にプリンを食べないっていう張り紙をパーンって貼っとく以上っていう感じなんですわ。この張り紙っていうのがポジティブキューになるわけなんですね。だから例えば朝起きた時に携帯電話を開いた画面にメモ帳で布団から出なさいっていうことを書いておくとか、そういう風なことをしておくっていうのが大事なわけなんですね。でこれはビジュアルに訴えることでより効果を高めていくっていうものなので、例えばそのさっきの冷蔵庫のプリンを食べないようにするっていうものであれば、単にプリンを食べないっていうのを書くだけじゃなくて、プリンの絵を、なんかプリントアウトかなんかしてきて、でバッテンをして、かつですね、第三者から言われている、命令されているような書き方にすると、僕だったらプリンの絵を書いてブルーホース食うなっていう命令を書いておくっていう方なんですね。で人っていうのは第三者に見られているっていう感覚になると、自分のことをコントロールしやすくなるんですよ。なぜかっていうと、程よい緊張感が生まれて、あやっちゃいけないとか、逆にやらなくちゃいけないことだったらやらなきゃっていう風に行動力を制御したり動かしたりっていうような、そういったメリハリっていうのをつけれるようになるわけなんですね。だから反対に、今はプリンを食べるなっていう、やらないっていうことをお話ししましたけど、やらなきゃいけないこととかだったら、例えば冷蔵庫とか、朝起きた時に顔を洗ったその鏡の横とかに腕立て伏せを10回やるとか、やれとかっていう風に書いておくと、あ腕立てやらなきゃって言って 1,2,3,4 っていう風にこう筋トレをやれるという、そんな感じになるわけなんですね。だからやっちゃいけないこともやらなきゃいけないことっていうのも、両方ともやるな、やれっていう命令する、しかもそのできれば
イメージング、イメージングという絵とかイラストが書いてあるようなものを張り紙としてポンと貼っておくことによって、やらない、やるっていう自分の体を動かすきっかけになりますんで、こういったポジティブ Q っていうものをぜひ使っていただけたらというふうに思います。私の場合は紙にベタベタね、家のそこら中に貼っとくとね、奥さんに怒られたりする、そういうことができないんで、携帯に忍ばしといて、あるきっかけ、ね、メモ帳を立ち上げるとかメールを立ち上げたりとかした時にそれが一番最初に目に入るような形にして、行動、筋トレをしたりとかご飯を食べないとかっていう風にしたりしてますんで、使ってみるとやっぱりね、あ、そういえばせやったっていう風に思い出すことって結構あるんですよね。なんで結構効果高いかなという風に思いますんで、皆さんもぜひ取り組んでみていただけたらという風に思います。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。